朝、成田からワシントン DC に、2時間ぐらい前に到着して、今ホテルにチェックインしたところなんですけれども、今気温は30度ぐらいあって非常に暑いです。明日ここからワシントン DC からスノーシューまで移動して、ついに CC の準備に入るんですけれども、天候は雨の予報なので、まあいろいろ明日行ってからバイクをセットアップして準備をしたいと思ってます。今回の意気込みは、今回の意気込みはですね、こちらの声ください。まあ成績もそうなんですけれども、まあ順位というよりも自分の走りができればいいなと思ってます。さっき助手には負けないってことですか？助手には負けたくはないですけれども、ホームじゃないですかみんな僕アウェーなんで、まあ、アウェーなりに本当に自分の走りをして、で、まあ、天候を味方につけ、うまく3時間走りたいとは思ってます。ライバルは小池田さんですか？ライバル、小池田さんは全日本チャンピオンでもあり、エンデューロも経験が違うので、ライバルだとは思ってない、先輩なんで、正直勝てる相手だとは思ってないですけど、レースは何があるか分からないので諦めてはないです。じゃあ、ここで今アシスタントをしてくれてる新婚の奥さんです、ゆかりさんを一緒にどうぞ。はい、実は G 型圏終わって NCC のスズランと自衛畑の間に結婚しまして、奥さんになってもらいまして、で一緒に今回、まあ、海外に旅行がてらです、なかなか来れないので一緒に来てもらった奥さんです。はい、紹介ゆかりです。ここのところ1、2年ぐらい JNCC について回って、まあ、できることをサポートをしてきてるんですけど、まあ、今回 JNCC に参戦するということで、まあ、何ができるかわけじゃないんですけど、頑張ってサポートしていきたいと思います。頑張りましょう。頑張りましょう、はいね、本当にこれから続くライダーが、ね、目標になるようないい走りができたらいいですね。そうですね、正直自分では絶対出れない、自分では来ようと思えないようなところまで連れてきてもらえたので、そのチャンスを生かして帰りたいと思ってます。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。話して